こんばんは。お誕生日おめでとう。やばい、お誕生日じゃないです。なんかお誕生日が近いから勝手にその仕様になり始めてる。誕生日じゃない、誕生日じゃないっす誕生日じゃないですよ。全然誕生日じゃない、余裕で誕生日じゃない余裕で誕生日じゃない、余裕で誕生日じゃないです。余裕で誕生日じゃない。なんか仕様が勝手になんかなってる。3日前だからかな、3日前だからかも。定型文のところ、え、そうなの？定型文なんかどうやって変えるかわかんないんだよね。なんか変えようとしたんだけどさ、できないんだよ。だから放っておいてる放っておいてるんよ。なんかできなくて、そう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 、そうそうそう、こんばんは。今日はまだブログ書いてなくて、だからまあ1時間ぐらいやったら終わってブログを書きます。はい、ブログを先に書こうかと思ったんだけど、もう眠すぎて、あの文章を書いたら寝ちゃいそうなので、そうだから先にショールームをすることにします。だから1時間ぐらいですかね。そう、今日は3月31日、今日で3月が終わります。さようなら3月って感じですさようなら3月って感じですね。はい、今日めっちゃあったかかった。昨日更新上回るあったかさだった。そう、昨日はもうめちゃめちゃあったかくて、そうめっちゃあったかいねって話をしたと思うんですけど、今日はそれを越してあったかかったです。嬉しい。桜ももうこの暖かさで一気に咲いてました。町の桜がファッて咲いてました。すごいですね。そう、焼けそうでしたね。本当にいいですね。本当に冬が終わりました。みんな今日は記念日です。冬が終わったぞ記念日です。もうマジで嬉しい、ありがとう。もう二度と来なくていい、冬なんてって毎年言ってる冬なんてものはもう来なくていいよ一生、もうこのままでおろうねって感じなんですけど、めちゃめちゃもうなんかハッピーな気持ちになるよね。そう、ハッピーな気持ちになるわ。あのここまでえ、タワー来たんだけど、何、誕生日じゃないよ私今日ね、やばい、やっぱみんなみっぴちゃんはね誕生日じゃないんですよ。ギリあと3日あるんだよギリあと3日あるんやで。勘違いしちゃったかな。だとしたら申し訳ないな。
誕生日フェイントでタワーを投げさせてし、あ、僕が誕生日、え、そういうこと、僕が誕生日なのに私にくれるの、ありがとう、いいの、すごい、かけました。どうぞ、スクショタイム、スクショタイム、スクショタイムします。ありがとうだって、おめでとう、ハッピーちゃん3月31日だと学年でめちゃめちゃ一番最後に誕生日来るね。そう、今日は3月31日で、明日から晴れて4月になりますね。嬉しい、春って感じがしますね。はあ、嬉しい、待ちに待った、マジで鬱だったわ、冬の間本当に鬱だった。あー、よかった、晴れて春になって嬉しい そう今日は日曜日ですね。みんな明日から仕事かもしれないんですけど、まあやっていきましょう。はい、まあまあやっていきましょう。やっていきましょう。誕生日もうやな、このショールーム、マジで惑わされてるわ、全員全員惑わされてる。私ごめんなさい、誕生日じゃないです、ショールームが勝手に定型文で組み込まれてるかもしれないんですけど、私誕生日じゃないです。めちゃめちゃ何個も誕生日おめでとうってくるんですけど、すいません、誕生日じゃないです。あと4日あります。でも定型文の変え方がわからないんでね、はい、あれはテロップに書くほどのことでもないんで書きませんが、誕生日じゃありません。まあおめでとうって言われて悪い気持ちしないからそのままにしとこうフフフ、一日早いエイプリルフール、明日エイプリルフールか、やだな。確かに、もうめっちゃお誕生日おめでとうってくるわ、テロップに書こう
今日誕生日じゃないよ、おめでとうって言われてありがとうって言われるのも、ありがとうって言わないのもなんか知らない人からしたらなんやこいつってなるしね。これでいいか。ね、なんかめっちゃおめでとうって言われてさ、ありがとうって言わずにほっとくのもなんか違うしね。申し訳ない。申し訳ないから。やっと買ってくれたね。え、そうなんですよ、今日私横浜に行ったんだ。何歳になるの、ね、20歳かな。エイプリルフールで誰も傷つかないハッピーな嘘って、なんかさ、去年とかもさ、なんか誰だっけな、なんか誰あるじゃん、そういうなんか本当に嬉しいとか、びっくりするっていうのさ、嘘でしたって言われた時マジで嫌な気持ちになるから、なんかね嬉しくなるような嘘ならいいけど、なんか上げて落とされるようなやつはちょっと嫌だな。あと X もさ、なんか結婚しましたとかさ、そういうのさ出てきてさ、午後になってやっぱ違いましたみたいな、なんか、好きじゃない。好きじゃない、あの文化。私は結構本当に信じちゃう系の人なので、本当に喜んだり悲しんだりしちゃうんですよね、エイプリルフールって分かってても。だからやだ、さあ信じすぎちゃう人間だからしんどい。カープの試合行くときいつも外野席。そんなことないよ、外野も行くし内野も行くよ、全然。今日は急遽行ってない、取っておいた。もう昨日も売り切れなんで、まあ開幕カードだからね、売り切れますよそりゃ。ハマスタもね、そう今日も満員御礼だったんだって、ハマスタ昨日も売り切れ。本当は私さ、昨日さラジオ夜からだったからさ、昼行ってさ帰ってこようと思ってたの、昨日は撮ってなくて今日しか撮ってなかったのよ、もともとね。そう、もともと今日行けるか分かんないけど一応撮っとこうっていう日が今日だったのね。そう、分かんないけどね。それで昨日はさ、パッてラジオ入ったんだけどさ、ラジオ夜からだったからさ、あデイゲームなら行って帰れるじゃんって思って当日券取って行こうとしたんだけど、完売で買えなくて、だから今日はもともと撮ってたから、そう本当はだから昨日急遽行って2日連続で行こうかなって思ってたんですけど、昨日は当日券がなくて、今日はもともとずっと前から買ってたやつだったんで行けましたね、行きましたね。でも行けるか分かんない、そうなんか、そうウィング席だったんだけどさ、お手頃な価格なんですよ。なんでお手頃かっていうと、この時期さそういう風にいろいろ入ったりするからさ、去年春コンとかあったじゃん、そうだからワンチャンもし入ったらさ無理だなってなってさ、行けるか分かんない試合のさ席をさめっちゃ高いの取っておいて行けなくなったらさもったいないじゃん、そうだからお手頃価格なところをね取りました。そう分かんないからね、確実にここ休みですってなったらいつもね高い席とかいい席とか取ったりするんだけど、そう行けるか分かんないところはさもったいないじゃん、お金が行けるか分かんないから。そうだから、でもね怖くなかった、なんかね、そう全然。
いやリセールできるんだけどさ、なんかさ、わかる？いい席を取っておいて行けなくなった時のあの、わかる？あれが嫌なんですよね。そう。え、全然大丈夫だった。なんかなんていうの、勾配が急じゃなかったからめっちゃ高いって感じはしなかった。え、めっちゃ、私めっちゃ好きなスタジアムだ。この前も西武ドームの時に言ったんです。西武ドームじゃないわ、もうなんだっけ、ベルーナドームの時に言ったと思うんです。もういいって言ったんですけど、え、横浜スタジアムめちゃめちゃいいわ。横浜スタジアムね、目に優しいし、青だから、青だからめっちゃ目に優しいし、浜風吹いて気持ちいいし、うん、なんかね、海があるから空気も美味しくて、そう、都会なんだけど空気美味しくてね、なんかめっちゃ好きな球場だった私。そう、うん、そうなんですよ。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、マジでめっちゃいいめっちゃいいって感じだった。そうそう、めっちゃいい、綺麗な球場よ、ほんまに。そう、めっちゃ綺麗な球場だなって思った。いつもさ、パシフィコ横浜でさ、最近はやんないんだけどさ、パシフィコ横浜でさ、トーク会とかやってたからさ、去年一昨年わかんないけど、だからさ、見たことはあったんだけど素通りみたいな感じだったんですよ、バスから。そう、だからちゃんと中に入ったことはなくてさ、そう、めちゃくちゃ綺麗だった。私めっちゃ好き、しかもめっちゃ人入るね、あれね。今年また増えたんでしょ、座席。そう、増えたらしいんですけど、そう、めちゃめちゃいい、広いし、そう、青がすごい綺麗ね。うん、青がすごい綺麗だしね、すごいビジョンもでかいしね、すごいいいですね。やっぱね、雨の時とか、この前のさ、その西武ドームじゃない、ベルーナドームとかマスカットスタジアムとか、あのオープン戦の時吹雪いたりして超激寒でさ、そう、雨降ったり、雨に打たれたり、氷に打たれたりした時はさ、もう絶対ドームの方がいいなって思うけどさ、やっぱこういう天気がいい、良くてポカポカの日はさ、やっぱ野球はなんかスタジアムの方がいいなってちょっと思っちゃうよね。まあでもね、寒いあれだからね、あれなんですけど、今日めちゃくちゃ気持ちよかった、本当に。そうそうそうって思いましたね。ウィング席は東京オリンピックのためね。へえ。だから私セリーグ6球団あと神宮行ったらコンプリートするくない？うん、甲子園行ったし、松田も行ったし、今日横浜も行ったし、東京ドームも行ったし、バンテリも行ってるから、神宮行ったらコンプリートしますね。いやー、セリーグはね、パリーグは大変よね。もう北から南までって感じだから、パリーグはなかなか大変そう。うん、そうそう、いいなって感じしましたね。あのな、カープファンの人めちゃめちゃ、え、そう、いや、カープファン今日めっちゃ多かった。もう半分カープファンだったもん、こっち側、三塁側全部カープファンだった、うん、もうなんかホームかなっていう気持ちだった、普通にホームぐらいの気持ちで入れました。そうそうそう、いいね、いいよ、ほんま。横浜スタジアム綺麗だったな、花火何回も上がるしね、いい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 ね、また行きたいな。今日勝ってよかった、マジで本当に。
買ってよかった本当に。買ってよかった、買ってよかった。まあでもカード負け越したのがちょっとね、ちょっと悔やまれますけど、まあでも3連敗はあのしなかったんで、まあ良かったかなって思いますね。うん、でもね、3試合中2試合負けてカード負けて終わっちゃったんで、ちょっとそれがピュンって感じです。うん、今日も最初の方ちょっとおやおやおやって思ってたんですけど、そう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 、おやおやおやって思ったんですけど、良かったですね本当に。良かったです、良かったです、本当に本当に。そう、なんかもう渡来選手絶好調すぎてさ、今日マジで怖かったの。昨日も打ってさ、でも今日はヒットが出なかったんだよね。そう、いや、あの選手すごいね。でも本当にすごいわ。そう、すごい敵ながらあっぱれ、すごいですね。そう、ヒットにはならなくてもとにかく振ってこう当てに行って、そうですね、すごいですね。そうそうそうって思いましたね。まあゴロだったりフライだったりなるけど、とにかく当てに行く感じがなんか怖いですね本当に。そう、うん、すごいすごい、まだ若いのにすごいですねと思いましたね、と思いました。20歳じゃない、21だと思う多分。そう、すごい今日怖かったなマジで。だから打線怖いよね。アドア投手すごいでしょアドア投手すごいよ。今日球場グルメ食べようとしたんだけどさ、食べなかったんだよね、お腹空いてなくて。そうそうなのよね。あとね、我らは田中康介選手がねホームラン打ちましたわ。はい、ありがとうございます。私カープドンの予想スタメンで田中選手を1番にしてたんですよ。打順今日は2番だったんであれだったんですけど、やっぱここ数年ずっと調子が出なくて戻らなくて、もうどうなってしまうのかって思ってたから、本当に良かった。今日私もなんか涙出そうになったもん普通に。しかもさ、今シーズン開幕初のホームランがさ康介でさ、もうさ本当に涙が出そうになった。本当によく耐えたと思って思っちゃったわ、うん、ほんまに。そうなの、よかった。あとはもうスタメンで毎回出てほしいですね。まだいける、うん、まだ全然なんかなんだろうな、途中で出るような選手じゃないと思ってる。わからない、私にはもっと年取ってくるとそんな毎試合出てらんないよって思うのかもしれないんですけど、まだいける気がするな。そうだからちょっと頑張ってほしいですね。そう、なんかわかんないけどな、田中康介選手はなんかわかんない、もう何様やって感じなんですけど、なんか全然試合出なくてたまに出るより毎試合出てた方がなんかいい気がする。
そう。そうですね。そう、いや今日良かった、本当に本当に今日良かったよ本当に。そう、風強かったのにみんなフライちゃんとあのめっちゃ、そう風強かったんですよ今日。だからウイング席の人はジェット風船飛ばすのダメねみたいな、下の人だけねみたいな感じぐらいね、そう感じぐらいねだったんだけどね、結構フライが上がったのよ今日。そうけどカープの選手みんなフライちゃんと取って素晴らしいってなりました。あと本当に菊池選手と小園選手もう2メートルぐらい飛んでて、いやあれは3メートル飛んでたかもしれませんそう本当にすごいすごかったです。もう菊池選手の近くに行ったらさ、どのボールもさあもうアウトだってなんか思えちゃうよねすごいです本当に。そういや風船禁止っていうかウイング席はね1階は OK なんだけど、それでもめちゃ強くて全部球場外に出てた風船キクさんの守備だけで見に行く価値ある。いやさんもカープが存在さえしてくれれば見る価値あるんで、あどこにでも行きます、勝っても負けても、まあ、勝ったら嬉しいですけど私はカープが見れればいいです、なんかいいです存在してくれるだけで見に行く価値あり。チケット7万何試合、え何試合分ですかね、数えてないです。でもまだ増えると思います、はい増えると思います。年間30試合行きたいからさ、でも30買うわけにはいかないじゃん、行けるか分かんないから、だからまああとはスケジュールの様子見て、明日行けるぞってなったら当日券で飛び込んでいくスタイルなんで、私はとりあえず押さえておいてどんどん増やしていくスタイルなんで、仕事柄的にね、そう数試合は買っておくけどあとはもうスケジュールによるから、そうだからそうどこにでも行くからどこにでも行くから7万なの、そう松田だけじゃない、松田だけじゃない、そう明後日は本拠地松坂、そうだよでも行けない、公演ふいちゃんのおかげでたくさんの選手を覚えてきた。おお、え私も結構覚えてきた、うん、そう覚えてきた、そうでも本当面白いですね、いろんな球場があって面白いです、いろんな球場行けて面白いです面白いですね、いろんな違いもあるしね、でもやっぱマツダスタジアムってすごいなって思ったのが、なんか他の球場はなんか本当に球場の目の前とかになったら旗が出てきたりとか
あの大きい看板が出てきたりとかするんですけど、あのカープはさ、もうその何メートルも前からずっと赤くてずっと旗が立ってて、旗っていうか何、そのなんて言ったらいいんだろう、あの選手の顔写真のさ、そう看板みたいなのがずらって何メートルもあって、そう球場のもう全然外ぐらいからバッてなってるのは、まあマツダスタジアムが一番なんかすごいなって、いろいろ行ってみた上でね、やっぱうちのチームのその球場までのなんか感じはマツダ何ね、でカープすごいなって思いました。そうそうそう、そうなんです、広島駅出てからもうずっと選手の顔写真がずらーって入るまであったりとかする、あの感じは結構どこの球場でもあんまないなって感じがしましたね。そうそうそう、そこはちょっと誇れるポイントですね。でもどの球場もすごい素敵ですよね、いろんな特色があって面白いですよね。そう思った思った。カープ道見てもえだよね、あのもうずらっとなんか行くまであんなにあるのは結構珍しいなって感じがしますね。そういや今日の横浜スタジアムもやっぱり、ね、なんか球団カラー青にする意味がわかるね、なんかすごいね、すごいわ本当に。てか横浜好きだな、街が好きだわ、いつか住んでみたいって思ったすごいいい街だね、すごい綺麗、なんかなんて言ったらいいんだろう、街がすごく綺麗、そうすごくなんかおしゃれタウンって言われてるけどおしゃれタウンだよね、本当に本当に素敵な街だなって思った。今日早く着いたから、そう試合始まるのね、めっちゃ早く着いたからちょっとねぐるっと歩いたんですよ、あのだから赤レンガの方ぐらいまで行ったんですけど、あそこにさなんか大きいなんていうのなんてなんだあの大きい船があったりとかさ、なんていうの芝生がバーって引いてあるところがあるじゃないですか、えそうそうそういいよねあそこ、そうああいうのめっちゃいい、めっちゃいい本当に、なんかめっちゃ綺麗、街がなんか絵みたいだった、絵みたいな街だなって、すごい街として完成されているなんか日本のパリみたいな感じだった、ちょっと田舎者だから私はあれなんですけど、いやすごくない、なんか都会は都会なんだけど、なんていうんだ、すごいなんか美しい街って感じがしましたね。そうでもそんなにすごい時間があったわけじゃないから、ちょっとその辺ぐるっとしたぐらいでどこのお店に入ったとかないんですけど、すごいなんか、ま、街としてめっちゃ好きだった、私いつか住んでみたいあの辺にって思いましたね。うんマジめっちゃ綺麗、なんて絵みたいでした街が。そうあとなんかね、わかんない、都会だから人がめちゃめちゃさせかせかしてるのかなって思ったんですけど、横浜の人って結構さゆったりと歩くんだね。そうなんか違いをいろいろ感じました。もう私もこっちに慣れちゃったから、結構愛知の人名古屋の人って結構歩くの早いなって思うんですよ。駅とか名古屋駅とか歩いててもみんなすごいせかせか急いでる感じっていうか、そう歩くのが早いなみたいな、そう思ったんだけどさ、なんか今日行ったら横浜の人はみんなねすごくね、あのせかせかした気持ちじゃない感じで歩いててね、そう全然ね、あの違かった、なんて言ったらいいんだろうね、違かった、駅がもう駅の人の歩き方っていうのはね、なんか海が近くにあるとそう
のも関係あるのかも分かんないけど、そうなんかねすごいなんて言ったらいいんだろうそう、面白い、いろいろ。そう本当にいいですよね、いいですよね。いや、いろんな球場行ったら面白いよね。一番はエスコンフィールドにやっぱ行ってみたいなって思うけど、やっぱ飛行機だからね、なかなかね、どうしたものかねって感じですけど。いろいろな球場に行ってみたいですね、面白い。うん、でもどこもいいね、良さがいろいろあって面白いですね。うん、面白い本当に。ね、北海道行きたいな、ツアーでね、ゼップであったら最高なのにとか言ってとか言ってね。そう、なかなかさ、やっぱ新幹線で行ける範囲だったらさ、自分もじゃあ仕事ないから日帰りで行って帰ってこようってパンってこうできるんだけどさ、飛行機だとさ、やっぱあの次の日帰れない可能性があるとさ、ちゃんとマネージャーさんに言ってさ、なんかここ仕事入れないようにしてくださいとか言わないとさ無理じゃん。だからさ、なかなか難しいんだよね、あんまりにも遠くてね。そうなんですよ、やっぱあそこまでになるとちゃんと言わないとね、あれですから、ね、なかなかあれですけど、あれですけど。え、そうそうそう、だからね、機会があったら行きたいけどね。うん、って思いましたね。ブー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 。明日は月曜日だからね、ないですからね、カープは、カープはないですからね。次はカープは広島に帰って地元でやる、やるにゃん、ヤクルトとやるにゃん。その後は中日が広島に来ますね、マツダで6個ある。その後は甲子園に行く、その後は東京ドーム、その後はマツダ。はあ、マツダも行きたいね。バンテリンは松に来るね。うわん、ワンワンワン、面白いなあ。インナシ、あ、そう、今日はヒット広島観光大使の、ヒット広島観光大使の投稿もしたので、ぜひみんな見てみてくださいね。今日は食べ物の紹介、今日は食べ物の紹介です。だからぜひみんな広島に来た際にはぜひ来てください。あの、買って食べてみてくださったら嬉しいです。マジで美味しいです、あれは。そう、あれはね、農協が出してるんですよ、 JA 尾道農協が出してるやつなんですよ。なんか農協が作ってるさ農協が作ってるさ、なんかフルーツとかさ、野菜とかってなんかさ、スーパーの100倍美味しく感じるさ感じるくない？わかる？なんかいいよね、
私大好き農協なんかすごいさ、なんて言ったらいいんだろうな、なんて言ったらいいんだろうね、なんかすごいいいよね、正直。え、そうそうそう、昔私のおばあちゃんもさ農協にさなんか出してたのよ、商品とか野菜とか、田舎だとあるじゃん。そうだからね、やっぱ農協はいいですよね。なんかちゃんとそう作った人わかるし、もう優しそうななんて言ってみたらいいんだろう、なんかいいよね。やっぱ基本なんか都会生まれじゃないから私は。そう、基本都会生まれじゃないから、そういうのにすごいあれ、なんかいいなって思っちゃう。なんか道にさ、なんか無人の野菜売り場があってさ、キャベツとかさ大根とかがポンって置いてあってさ、あるやつあるじゃん。で自分で勝手にお金入れてさ、そう、ああいうのもなんか美味しく感じるよね、普通のより安いし。めっちゃでかい、太くてでかい大根100円だよみたいなあるし、なんかいいよね。そうそうそう、最近はないけどね、最近あったらちょっと荒らされちゃったり落書きされちゃったりしそうだけどね。あれはもうなんか、なんて言ったらいいの、みんな人と人との信頼関係じゃないとできないよね。だって盗もうと思えばさ、あんな人いなくてさ、お金の箱もそうポッて置いてあるだけでさ、そんな ATM みたいになんか頑丈な感じでもないしさ、そう、今できるかな、どうなんだろうね。もう信頼、ま、なんかその小さなあの町の信頼関係で成り立ってるみたいなところあるからねそう、さん買ったことある、キャベツとか。なんでこの話、あ、そうだ、農協が作ってるって話。そう、農協 JA 尾道っていうところがね作ってるんだって。だからみんなぜひ買ったり食べたりしてみてください。なんか体調が悪い時とかもね、なんか結構いいですよあれは。甘、ちょっと酸味がある、でもすごい酸っぱいわけじゃないんだけど、発作だから、なんか程よく酸っぱくて、でも甘すぎないから、うん、だからね、あのめちゃねちょうどいいと思いますね。そう、体調が悪い時とかにもいいし、暑い時とかもうめっちゃいいと思います。私は好きです。でもちっちゃい頃からよく食べてたな。なんかお中元的な感じで家にあれいっぱいあったりとかしたもん。そう、すごい美味しいんですよ。あ、でも大人の人はね好きだと思います。特にそう、すごいめっちゃ冷やしたら美味しいよね。そう、果肉もさ、しかもなんか普通の、結構さなんか普通に売ってる、なんだろうな、ああいう果肉が入ってる系のさ、なんていうの、果肉が入ってる系のゼリーってあるじゃないですか。でもさ、果肉が入ってる系のゼリーってほとんどがさ、みかんとかもさ、缶詰のみかんが入ってる感じわかる？なんかクタクタになったさ、なんか甘いシロップにつけてあるクタクタのやつがゼリーの中に入ってるみたいなのが結構普通に売ってたりするやつに多いと思うんですけど、この私が今回紹介したあの尾道の発作ゼリーはなんかクタクタじゃないんですよ、わかる食べたことある人がいるならわかると思う。なんて言ったらいいの、スーパーとかで売ってるやつはもう、そしクタクタになってる缶詰のやつをゼリーに入れたって感じするんだけど、この発作のやつはなんかクタクタにしてなくて、あのわさわさって、あのわさわさってこう剥いてそれを入れたよみたいな感じ伝わるかな
そう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 。だからね、食べてみてほしい。そう、あ、尾道市のふるさと納税でも返礼品。おお。あ、そう、あとね、銀座に、あの広島のお店でタウっていうお店があるんですけど、そこにも売ってるし、お取り寄せとかもできるのでね、ぜひ食べてみてください。本当に大人は好きだと思うよ。あと、あそこに書いてある絵、パッケージの絵、みんななんか不参描いたのってめっちゃコメント来てたんですけど、あれ元からあれ、あれ元からあれです。あれはあれは私の書いてないです。あれは誰が書いたんですかね。うん。そう。まあ私も私もなんか自分が描いた絵みたいだなって思いますけど、誰が描いたかは分かりません。あれいいよね、めっちゃ頭に残りますよね。いいですよね。あとこの前紹介したかな、あ、なんだっけな、カープゼリー紹介したじゃん。あれも確かね、農協だった気がする、 JA だった気がするな。そう、多分、おそらく、ね、いつ出したかな私。うん、ほら、この私が前に出したこの、これもこれも JA です。これもJA 最高。農協入ろうかな。タウに売ってるか、え、どうなんだろうな、売ってるかな。そう、私も行きたいんだよね、あそこね。そうそうなんですよ、私も握手会の時とかに行けたらいいなと思ってたんだけど、なかなか今回時間が難しくて、私昼から夜までずっといるから。そうなんですよ、だから行けな、自由な時間がなくって、ありがたいですよね本当に。なんか一昔は夜しかなかった、例えば8キューブしかなかったりとか、2部制の時で8キューブしかなかった時は朝から夕方まではずっとオフなんですよ。それで8と9 夜だけあるよみたいな感じだったから、それまでの時間でね、ちょっとあのご飯食べに行ったりとかメンバーとできたりとかやってたんだけど、今はありがたきことにね、昼から夜までいるから、そう、自由な時間がもうなくて、だからね、そういう時に行けないんですよね。だから私はいつか野球の試合を見に行った時に行こうかなって思ってますね。銀座は、銀座だったらまあ東京ドームか神宮かの時に行けたりとかしたらいいかなって思ってますね。そう、そうなんですよね。八朔大福、いいね、八朔いいよね。タウにカープゼリー、あ、そうなの、行ってみてね。有楽町から、そう、銀座にあるんだよね、銀座にね。大阪にある、おお、いろんなところにねあるかもしれない。
ぜひぜひぜひ買ってみてね。みんなぜひね、いいなとか思ったら X とかインスタとかにポストしてるので、いろいろと拡散とかしてくれたら嬉しいなって感じです。よろしくね。あ、横浜スタジアムまた行きたいな。マジで好きな球場だったな。なんかめちゃめちゃ綺麗だった。めちゃめちゃ綺麗だった。ほんまにほんまに。でなんかさ、球場のマスコットがさ、なんかイベントしててさ、始まる前にめっちゃ近くに来てくれた。可愛い。でもちょっと顔が見えない、撮れなかった、うまくマスコットイベントみたいなのなんかしてたんだけど、うまく撮れなかった。名前はわからないわ。名前はわからないわ。やっぱ普通に思っ、普通にっていうか浜の番長さ、めっちゃイケメンじゃない私ちょっと昨日キュンとしちゃったんだ。昨日さ、昨日配信で見てたんだけどさ、いつだっけな、そう、三浦大輔監督ね、あのね、誰だっけな、あ、平、あ、そうだ、平選手、平選手がさ、そう、めっちゃいい感じでいっぱい投げてたんだけど、最後の最後にちょっと崩れ始めてさ、そう、それでさ、三浦監督がさ、あの、もう交代、ピッチャー交代ってなってさ、ボールをこう持ってさ、そのマウンドに行くときにさ、なんかちょっとニコってしたのよ。めっちゃかっこ よかった、その顔え、かっこいいってなっちゃった。どのシーンだったかな。そう、めっちゃキュンとした、浜の番長にえ、浜の番長かっこいいよね、本当に。なんかすごいかっこいいなって思った。そう、なんかね、そう、なんかね、ちょっとね、なんていうの、優しい微笑みでね、平選手をね迎え入ったんよ。その微笑みがかっこよすぎて、いつだっけな、9回、もうほんと9回も9回だったかな、9回も9回だったかな。あー、ここだ、あー、もうちょっと、あー、ここだ、かっこいい浜の番長そう、浜の番長かっこいいなって思った。そうです
新井監督もかっこいいです。新井監督はでもなんか可愛いんだよなかっこいいっていうか可愛いんだよな。あさっては、あさってヤクルトだっけな、カープがヤクルトだな、その後が中日とだね。今日中日は勝った？負けた？勝った？あ、中日、中日負けてるじゃん、負けちゃったの？本当だ。あ、中日も負け越しですね。じゃあ7対4、1対1、5対2か、負けちゃったんか。え、しかもめちゃめちゃ試合終わるの早いね、今日2時間51分じゃん、早っ。2時間51分早っ。カープは今日は3時間ぴったりだったね。2時に始まって5時に終わったの、ぴったり、ぴっちゃり、ぴっちゃり3時間、ぴっしゃり3時間、ぴっしゃり3時間でしたね。3時間以内では、野球が3時間以内で終わることはもうめったないですね。ほぼ3時間半、3時間半は行くんじゃない、ほぼね、だいたい3時間切ることはあんまないよね、野球はね。そうでも去年もさ、カープドラゴンズになんか勝てなかったんですよね。バンテリンで中日とやった時全然勝てなかった。去年カープ負けてばっかりだったの、私が見に行った試合をめっちゃ負けたな。高校野球は2時間ちょっとで終わるので、プロ野球は、プロ野球は間でいろいろやってるから一回終わってちょっとなんかチアリーダーのパフォーマンスして、2回終わってなんかファンの人と拍手クラップクラップみたいなしたりとかするじゃん、それで時間取るんじゃない。高校野球はそれないから。ラッキーセブンで歌ったりないし この間テレビ見てたら21時時点で5回、野球が何時に終わるか分かんないからね。めちゃめちゃ早い時は早いけど、遅い時は無限に続くからね。そうね、だからあれだよね、メジャーとかはピッチクロックって言って、なんか早くピッチャー早く投げろっていうシステムが導入されたんだけど、そう、日本はまだそれがないから余計長く感じるのかもね。カープもチアあれば、確かにね、なんでないんだろうね、カープなんでチアないんだろう、それは疑問。私も、まあ、やっぱ市民球団だからなんかいろいろとむずいのかな、そう、特定の人だけを契約するみたいなのが。いや、どうなんだろうね、わかんないや。それはもうカープチアあったら面白いのになって。赤いチアリーダーって絶対可愛くない？ポニーテールしてここに赤いリボンとかつけたらめっちゃ漏れると思うんだけど。
チアリーダー、カープのチアリーダーできたら、高いポニーテールしてここに赤いリボンつけたらめっちゃ可愛いと思わん？絶対可愛いと思う。個人的思考です。できてほしいけどね。今はカープだけですよ、売り子さんが踊ってるのビールの売り子さんが踊ってるから、ビール置いて。売り子さん可愛いよね。私も今日見て思った。そう、めっちゃ可愛いな。でも私にはできない、あれはできないね私は。はい、そう、めっちゃね、すごい憧れるよね。可愛いしね、みんなね可愛いけど、あれは私は売り子さんはできないね。憧れるけどできないね。まずあんな重いものを抱えるの無理だし、あと普通に野球見たいし。そう、すごいいいシーンがあってもさ、ビールいかがですかってずっとさ、こう何グラウンドを背にしてやるじゃん。気にならないのかなって思うもん。私はちょっと気になる、仕事放棄してしまいそうになる。そう、ふっぴさんバンテリンで売り子さんの中、私はね買ったお酒は飲まないんですよ球場では。階段上り下りね、辛そうだよね。やばい、もうこんな時間じゃん。じゃあと5分やったら終わります。マジでブログ書かないといけないんだ。5分したら終わります。はい、延長はしません。ブログを書かなきゃいけないので。そう、今日でも一回笑いが起こったんだけどさ、横浜スタジアムで いくつだったっけな、まあ、何回の裏か忘れたんだけどさ、あ、なんか何プレーが終わっ、何その回のプレーが最後にカンって終わった瞬間に、なんか今新井監督からリプレイ検証がありまして、えって止まったの。それでてんてんてんってなって、ええ何何何ってなったら、新井監督からリプレイ検証がありませんでしたっていうアナウンスが流れてめっちゃ笑いが起こってた球場にやっぱあの球場アナウンスする人も人間なんだなっていう。そう、球場アナウンスの人が間違えたの初めて聞いた私。そう、新井監督からリクエストがありませんでしたないんかいめっちゃ笑い起こってた球場がめっちゃ面白かった。でもたぶん選手の交代とリクエスト間違えちゃったのかな、たぶん何かで間違えて。そうそう、微笑ましかったですね。あとなんか会の途中にさ、まあ、お客さんを盛り上げるためにいろいろあるじゃん。あの中日とかもあると思うんだけど、チアが出てきたりさ、そういうの一環でさ、あの横浜はさ大きい、なんていうの、ドーナツ状の大きいやつ、大きい的みたいなのがバーって球場に出てきて、
5歳ぐらいの男の子がその的めがけて投げて、その輪っかに入ったらなんか球場のアイスがちょっとだけ安くなったりとかしますよみたいな入るかなみたいなやってさ、3球3球チャンスがあるんだけどさ、2球外して最後の1球入ったのね、その大きい輪にね男の子が入って、球場全体がわーおめでとう入ったねみたいなの言ったら、その入った得点はあの球場グルメのあのホットドッグのハラペーニョ増量だよ増量ですみたいな。でもそれ当てたのさ、うん、5歳ぐらいの男の子だからさそれも笑いが起こってたいや食べれんやろ食べれんやろってそうそうそう、そうなの。なんか3個ぐらいあって景品が、多分そうなんかなんだっけな、なんかのご飯がちょっと増なあ違うカレーライスのトッピングが無料とアイスがちょっと無料に、あちょっとなんだっけ、カレーライス球場飯のカレーライスのトッピングがタダになるのが1個と、あともう1個がアイスクリームが なんとかかんとかだった気がする、アイスクリームがちょっと安くなるよ。で3個目がハラペーニョ増量みたいなやつで、2球外しちゃって最後に入れたのがそのハラペーニョ増量の時にあの入っちゃったから入って嬉しいんだけどハラペーニョ増量だったよっていうね。最初からでも決まってたの、あの景品はね。そう、その子がハラペーニョの時にクリアしちゃったから、そうもう親が食べるんかなみたいな感じでねいましたよ、ミラーボールが回ってる、あ本当だ、はい。ということで今日も楽しい一日でした。私今から爆速でブログを書かなきゃいけないので、日付が変わるまでにはあげたい気持ちではいるんで、はい、ちょっと今からマジで頑張ります。マジで一切書いてないんで今から書けます。日付が変わるまでにあげますね。はい、ということで楽しみにしておいてください。ちょっとマジで汗日付変わるまでにあげなきゃいけないんで、はい、今日は終わります。ブログ書きます。バイバーイ。